宅茂時は、江戸時代前期の武士、非前国佐賀藩があろう。宅鍋島家二代当主。慶長13年、後藤茂富の子として誕生。茂富は、龍蔵寺八人氏と、龍蔵寺長信の娘の子で、叔父の初代宅優主、宅安順の養子となる。寛永五年養父、安順の寛記に触れて拝着された。茂富に代わって茂時が、安順の養子となる。 寛永十二年、養父安順と同じ佐賀藩受け役となる。同年、佐賀藩初代藩主、鍋島勝茂の着南、忠直が創生し、維持、三重が四歳と幼かったため、勝茂は、忠直の弟,弟で師藩の蓮池藩初代藩主であった、鍋島直住を後継にしようとした。重時はこれに反対し、正当な後継者である三重に継がせるよう主張し、 明暦三年に、三重が二大藩主となった。寛永十四年、島原の乱が起こると、島原藩は鎮圧できずに、佐賀藩、熊本藩に救援を求めた。重時は、佐賀藩留守がろうとして、伊佐早茂隆鍋島茂絨と協議し、抗議の命令なしに出陣はできないと一旦拒否し、その後、幕府の命令を待って出陣した。この時、元語技師にあった、 熊野山大権現において、武分長求を祈願させている。また、乱の鎮圧後、寛永十七年頃に、廃下の戦死者九十九名を弔うため、通言院を混流。九十九名の実名を刻んだい廃屋島原の乱戦死者区与党が現存している。商法三年、返済不能な私、借銀を作ったとして罷免されたが、過労職であり続けた。寛文年。 死去、茂げのりが後を継いだ。ありがとうございます。